みんなとあの街歩いてみました。この企画は日本全国さまざまな場所でそこにしかない魅力を自力で見つける企画です。はい、もうブーケメンバーは結構久しぶりの再会で、久しぶり、久しぶり、嬉しい。でカップル2組は初めまして。いや初めましてで、ね、初めましてチームですね。こっちは初めまして、よろしくお願いします。なんかすごいよそよそ、いけるかな、ね、彼氏がおるってだいぶでかくない？でかい、でかい、ね、頑張ります。イエーイ。太陽くん消防士みたいですごくいいです。オレンジです。わということで、あの町第2弾の舞台は栃木県宇都宮市からスタートです。この中に来たことある人とかいますか？ない。ない。なしで、ま、みんな初めましたよ。初めまで。じゃあなんか栃木県になんかこんなイメージあるとかいう人おる？いちご、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 栃木、いちご、餃子、餃子、餃子なん？え、あ、栃木は餃子、ラーナー、餃子だよね、餃子で。そうなん。じゃまずこの企画のルールを説明していきたいと思います。はい、グリーンチーム、オレンジ、オレンジチームに分かれて一泊二日で栃木のグルメ、スポット、お土産、この3つの魅力探し対決を行っていただきます。町の方々に聞き込みを行い、出たお店やスポットには自分たちで取材交渉をしてもらいます。スマホでの検索禁止。チームの所持金は2日で2万円。移動手段は徒歩か路線バス。2日目の最後に合流して最終対決で勝利したチームには栃木にまつわる豪華なご褒美が贈られます。地元の人と交流しながら勝利目指して頑張ってください、はい、ということです。はい、はい、皆さん準備いいですか？はい、あの街魅力探し旅、レッツスタート。行きましょう。勝ちますんで、ご褒美待ってるんで。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。私もあのご褒美こっちなんですよ。いやご褒美こっちなんだ。僕らが食べるんで、食べるかわからんけど。スーパーマリオ。スーパーマリオコイン到着。頑張んなきゃ。私は絶対にご褒美を手に入れたい。ちょっとお話いいですか？すいません。すいません。少しお話大丈夫ですか？いやこれいける？いや無理な気がするぞ。並んどうや。もう一回聞いてみる。めっちゃ行ってくる。早い。アポ取れるかな。髪の毛チェックしてる。いきなり今日って言われると、ああなんか難しい。ちょっと難しい。ダメでした。あダメだ。アポ失敗です。うわすいません。皆さんこんにちは。先週採集しました。先週採集しました。マジ書いちゃった？よーいドン。テレ君頑張って。早く早く。みんなとあの街歩いてみました。イエーイ。ユナピョン、テレシー、ゴー。こう行く。え、ね、みんなどこ行く？今から。そうやな。どこ行くと？どこ行くと？おすすめの場所とか。どこ行くと？人に聞こうか、おすすめの場所とか。渡っちゃおう。え、誰でもいいの？誰でもいい。誰から声かける？映ってくれる。乗り時よ。おそもさ。こういう順番で行こう。そうやな。これでぐるぐるしていこう。いいよ。オッケーオッケー。この中入ったらさ、おばあちゃんだけいっぱいおるよ。入ってみようよ。おばあちゃん。あんとあんと。聞いてみよう。え、ほんまに？行く行く。おはようございます。あ、すいません、今今日好きになりましたっていう番組でロケしててアンケートインタビューしたくて、お時間大丈夫ですか？ごめんなさい。あ、ダメですか？スタッフが1時間に1本だから。あ、そうなんや。だから乗り遅れちゃうとまた1時間待たなくちゃなんだ。あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。バス1時間1本っていうの聞けたのでかいでかい。きつくない？そういうこと？1時間1本やから。うん。あ、待って、ハトいっぱい。逃げた、逃げた。やばいやばい。あ、あの、ハトってさ、逃げたよ。あの、はい、カメラ。あの、すごいの。すごい、すごい。の。これ、映ってない。ちょっとハトだけ。あ、うん。こ、こ。いや、あの、こんにちは。アベマ TV の今日好きになりましたという番組で、今、栃木の方ロケしてるんですけど。お隣失礼します。あのアベマ TV の今日好きっていう番組なんですけど、あの
ここら辺である有名な場所だったり有名な食べ物とかお土産とかを聞きたくて。全部は餃子がある。あ、やっぱ餃子ですよね。まさか餃子なんや。やっぱり餃子が有名なんですね。日本一でしょ、ここ。うん、日本一。そうなの。すごっ。あとなんか有名な場所とかとかあったりします。あの、ここだと宇都宮の隣の大山町。大山町。え、何があるんですか。こういうふうな石を作る採石場。そこ全部地下に入って見ることができますよ。採石場。何駅とか。バスで10分、15分ぐらいかかるか。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございま す, います。じゃあシールをシール。これちょっとシールなんですけど、この番組のもらってください。ぜひ今日好きになりまして番組見てください。見てください。ドキドキするんで。ドキ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 する番組ですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。バン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 。とりあえず周りも人探し。え、マジ至る所に餃子があるから絶対に餃子食べたい。うん、餃子食べたい。待て、待たないよ。疲るな。ほら待って、また餃子ある。いる、至る所にね、あるね。ね、顔消して顔。餃子が有名なんですね。あ、そうそうそう。あ、おもろ、餃子。あ、もう歩いてきてる。いや、人とか。すいません。んで、行きます。一回聞いてみる。あ、OK です。いや、知らない。聞いてみる。すいません。あの、宇都宮の有名なスポットみたいなのを探してるんですけど。最近 LRT が LRT が路面電車ができたから。ああ、結構路面電車が。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。え、どこって言ったんですか。路面電車。路面電車。路面電車って道路走ってる電車。バス電車。電車。え、でもなんか優しいから、なんかちょっとこれでもう話しかけれちゃいます、私は。じゃあお願いします。お願いします。次、太陽君行ってみる。あ、向かってくる人いるよ。いやー、怖。めっちゃ怖い。あのご夫婦は。あ、いいですね。ん、あのご夫婦に声かけてみて。ちょっとすいません、すいません。あ、そうですよね。すいません、すいません。こんな時もあります。はい。太陽くん、もう心折れて話しかけられないんじゃないから。いや、まだいけるよね。大丈夫です。調べられないのきつい。男の人。うん。で、なんかイヤホンしてません？してるか。あ、渡ってくる。あ、来る。よし。行け行け、太陽君、太陽君行くんだ。あの、すいません、ちょっと お時間いいですか。いや、ちょっと時間だから。すいません。おー、惜しい。どんまいどんまい。もうダメかもしれない。もうダメ。やばい、取れた。やばい。あ、いるよ、若い人。あ、こんにちは。あ、聞こう。少しお時間大丈夫ですか。すいません。少しお話聞いて大丈夫ですか。まあ、大丈夫です。少しお時間大丈夫ですか。すいません。少しお話聞いて大丈夫ですか。まあ、大丈夫です。あ、聞こう。少しお時間大丈夫ですか。すいません。少しお話聞いて大丈夫ですか。まあ、大丈夫です。栃木のなんかおすすめの場所、魅力探してるんですけど、何かありますかね。元町屋っていうラーメン屋があるんですけど、そこ行った方がいいと思います。元町屋、まっすぐですか。まっすぐ行ってちょっと曲がれば、あ
後は調べてください。あ、はい、ありがとうございます。あ、よかったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。うちらの勝ち、うちらの勝ち。だってグルメも2個も出てきちゃった。なんか今宇都宮でロケしてて、なんかおすすめの場所とかあったりしますか？あれ行きました。 LRT とか。 LRT？ 何ですかそれ？これね、あの路面電車で、まだ1年ぐらいかなできた、はい、駅の反対側東口に行くと路面電車通ってるんですけど、はい、僕がとりあえず今一番宇都宮だと話題になるかな。食べ物とかだとね、餃子が一番メインなんですけど、まさしとかミンミンとかね。ミンミン、そう。お兄さん、ミンミンとまさしどっちが好き？ミンミンかな。行きますね。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張れ頑張れその隊長、あなたならいけるその隊長。あ、おった。何？おった。あ、おった。よし、味か。あ、どっち行きます？俺自身より低いっか。俺自身より聞いている。あの黒い針。行こう。任せて。あ、分かってるけど。すいません。おはようございます。すいません、ちょっとお話いいですか？お話いいですか？いいですか？やった。やった。ありがとうございます。今この栃木の美味しい食べ物とかお土産屋さんとか聞いてるんですけど。全然栃木の人じゃないんですけど。あ、そうなんですか？違うんですか？ワンチャン調べてたりするかも。餃子だったら、はい、ミンミンって行きました。あ、行ってないです。行きたい。ミンミン、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 え、な、な、な、あ、こんにちは。あ、こんにちは。シミンミンです。あ、ミンミンですか？ノンノンです。ノンノン、ミンミンです。ミンミン、あ、ノン、ユノンノン、ノン、ユノン、あ、いけるかな。行ってみますね。行こうか。行ってみましょう。行ってみよう。あ、なんか、どうしよう。あ、単独行動。すいません。すいません。少しお話大丈夫ですか？いいですか？大丈夫です。一緒に言うよ。え、地元の方ですか？地元の。今、栃木の有名なスポットとかグルメとかあったら教えてほしいんです。餃子ミンミン。やっぱり？やっぱり？ミンミン。どこにありますか、ミンミン？宇都宮駅の中。あ、中。中。ありますか？ありますか？スポットとか有名だよみたいな。お土産とかでも全然大丈夫です。あっちに歩くと、はい、あるんですか？餃子通りっていうのがあるんで、はい、じゃあ行こう。待って、嬉しい。ついに、ついに行けるかも。イエーイ。 ありがとうございます。ありがとうございます。シール渡します。シール渡します。ありがとうございます。ありがとうございます。ミンミン、あ、インタビューしても間に行こうや。いや、ちょっと見つけたな。悪い。見つけちゃった。見つけちゃったな。見つけちゃったな。バイバーイ。チーム元気とチーム静かですよ。そうですね。頑張りましょう。頑張りましょう。行けそうな感じしてきました。登るのちょっと大変だけど。おー、夏前山公園だったら。なんかあの橋あるよね。あー、あるある。綺麗そう。結構あのテレビとかに来てる。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。頑張ってくれて。一回ミンミン行ってみて、撮影いいですかってしなきゃいけない。よし、行こう。行こう。潔い。はい、どうなの？医者行ったら医者出るのか。え、買ったら？買ったら行く。買ったら行く。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これ、ほい。あ、やった。じゃあ、探してきてください。よし、行こう。もう行ってた。レッツゴーしてた。どこにあると
嫌だ、映し方嫌だ、ないです変わらないあ、もう常にこれで明日ただいまーすあ、おかえりどうでしたかダメでしたなんかめっちゃ優しかったんだけど本社に確認してもらってお店がめっちゃ混んでてちょっとみたい残念そうしょうがないはいはい、はい、こちらえなんか、はい、あの聞いてきましたちょっと返済ですすいませんすいません少しお話大丈夫ですか、はい、人間だとやっぱ親親この観音さん観音さん観音さん大谷市が宇都宮有名なんであ、はいはいはい、大谷市が有名、うん、でそれであの観音さんも彫って壁に彫ったんです、大谷市の観音さんのでちょっとバスになっちゃうんだけど観音ってとこ観音そこに多分なんか、ここすごいここがいい感じって言ってました景観景観じゃあここ行きますか行っちゃいます全然近いし確かにチームミンミンでチームミンミンでチームミンミンチームミンミン俺たち何えチームミンミンじゃあユノさんあげるありがとう今からミンミン、ね、ミンミンってどこかねえだってミンミン左曲がるって言ってたから左行っちゃうよ右行って左行ってようかオッケーチャリ使うのなしなのなしなのあの二人で乗れるさ自転車みたいのなかったっけシャッちゃんとかマウちゃんが乗ったかそれそれそれ二人で乗ってたのとか乗りたくねあったら乗ると遊園地とかありますかそう遊園地ね遊園地行こうやん今から車です後で聞いて後で聞いて後で聞こうやなんかここら辺遊園地みたいなないですかねない後ろミン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 ノンノンミ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 ンイナですあれノンノンやろえちょっとラップ風にやろノンニャンラップえじゃあアイス考えよう自分のラップ言いたいらしいラップおいおいおい餃子といえば栃木栃木といえばいちご何がある、はいはい、観光名所あの街歩いてみました印象好きおいおい餃子のミンミンどこにあるかな今から聞くのは中島ゆのん、はいはい、あげあげ中島ゆのんと私たちチームミンミンおーいやーありがとうございますチームミンミンチームミンミン今から餃子行ってみるどこにあるかわからないミン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 どこにあるそこ探しもないよねおいしそうおいしそうえミンミンさねミンミン投げてやちゃんとお土産の場所とかあればいいんだけど確かに今12時近くの人に話聞いてお土産先見ちゃう駅いっぱいありそうお土産有名なの、うん、お土産屋さんに入って取材 OK だったら、うん、なんかそこでも行けちゃうハッチに気づいてくれてる人がいるちょっと行くはじめまして。こんにちは。今あの京スキの番組で栃木のいいところを見つけようみたいな企画で、はい、この辺で買えるなんかおすすめのお土産とかありますか。あの駅の中にある日光プリン。日光プリン。はい。見つけた。おいしそう。有名ですか。有名です。ありがとうございます。京スキ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます行ってきますありがとうございます日光プリンさっきね見つけたよ日光プリンあった一回行ってみます
じゃあ中に。オッケーか。はい。はい。お願いします。ます行ってきまーす。行ってらっしゃい。日光プリン、日光プリン、すいません、ちょっとここのプリン買うとこカメラ入って撮影することって大丈夫ですか？あ、ちょっと待ってください。すいません。はい、おお声がでかくなっちゃう。お帰りなさい。はい、買ってきました。買えた、買えました。やった、嬉しい。すみません、2個プリン4つ、はい、お願いします。うまそう。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。はい、チーズ。オッケー、イエー、ミッションクリア。今、栃木県でおすすめスポットとか。おすすめスポット、そう、なんかグルメとか。あ、そうです、そうです、そうです。あっちに餃子通りってあるんですよ。へえ。餃子ばっかのとこ、そこに餃子たくさんあってどれも美味しいです。餃子通り。じゃあ帰りか、帰り、帰り。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。これどんぐらい乗るんだろう。私、料館みたいな。餃子、なんだっけ、餃子、餃子、ま、餃子よこちょみたいな。餃子よこちょ、餃子、え、絶対違う、絶対違う、絶対違う。餃子商店街、なんだっけ、餃子通りじゃん。餃子通りだ、餃子通りだ。めっちゃ嬉しい、超嬉しい。なるほどね。おすすめの組み合わせやけってこと？あ、そういうことなの。まあ、確かに。来た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 。ユノシ、行け、ユノシ。静かに行け、静かに。あんまさ。静かに行け、静かに。お邪魔します。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに餃子が一番好きな食べ物。めっちゃラッキーじゃん。そうだよ。最高。ちょっとペロンってしたいね、これ。ペロンって言うな。ペロン。こわ。来たー。ありがとうございます。待ってか、ちうまそう。うわ。うまそう。ガチうまそう。ごめんなさい。ありがとうございます。失礼いたします。オッケー、食べよう食べよう食べよう。いただきますよ。いただきます。いただきます。はい、うん、美味しい、うん、肉汁やばくね。ここでご飯をかき込んで。おい、かち込み。え、あんま辛さ気にならない、一緒に食べたら。うん、ふにむくん食べて。いただきます。え、うまいの。うまくね。いただきます。え、やばくね。やばくね。うまっ、うまに、うまに、うまに、カリカリで、うまに、うまに、カリカリで。待って、水餃子優勝。飲む飲む。うまい、揚げ餃子。マジうまい。なんかこのチームが一番幸せ。うん、これでよかった。うん、な、うましい。
きまし。うん。おもろいね。ガチうまい。ムカどうする？確かに。遊園地行きたい。けど遊園地まだあるか分かんなかったから。うん。一旦、多分時間的にもさ、ワンちゃん高校生帰宅時間じゃん。もう一回聞き込む。いっせーのせ、ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。で20個ぐらい食べたりしやん。幸せ。ハッピー。美味しかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったね。な、うまかった。美味しかった。ありがとうございます。全然さ、さっきいた場所と違うね。違う。山って感じ。山って感じだよね。山って感じ。あれ？大山とかね。すごいもん、めっちゃ崖って感じ。やべえ。だって、観音のアポとか。アポ？中って撮影して大丈夫ですか？あ、そっか。そういうこと。ここまで来て。聞いてみる？さやくん、行くんだ。はい、あ、絶対いいよって言ってくれます。親感なんて、なかった撮影しても大丈夫ですか？じゃあ、すいません。はい、早い、はい、こんにちは、はい、こんにちは、今、宇都宮を、はいはい、なんだっけ、宇都宮をはい、紹介する、はい、番組の、はい、アポなし番組をやっておりまして、はい、街のいろんな方に聞いたらここがすごい、はい、有名だと聞いたので、はい、ここで、はい、の中で撮影とかってしても、あ、これからですか、はい、じゃあちょっと確認を取らないとわからないので、はい、お時間いただけますか。はい、大丈夫です。はい、ではありがとうございます。ありがとうございます。頑張った？頑張った。めっちゃ頑張ってた。頑張ってね。めっちゃ頑張った。ゆっくりだったけどいつも以上に。甘いもん食べたくないかっていう。行きたい、行きたい。え、待って、ガチでうまそうやねんけど。え、ちょっとアポ取り、そのさん、行けます？そのさん、行きます？お願いします。じゃあその道で。あ、行ってきます。じゃあお願いします。行ってきてください。こんにちは。こんにちは。アベマ TV の今日好きになりましたっていう番組で今ここら辺ロケしてるんですけど、カメラとかカメラとか映っても大丈夫ですかね？大丈夫です。大丈夫です。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ガチでうまそう。こんにちは。こんにちは。え、おいしそう。なんか人気なのとかあるんですか？人気なのは栃木のみぶさんのいちご。え、うまそう。いちごやん、いちご。わお。あ、ありがとうございます。すいません、聞きたいことあるんですけど、ここら辺で有名なお土産とか遊園地とかあったりしますかね？遊園地はうちのきファミリーランドっていうところがあるんですけど、はい、ちょっとこじんまりとした地元の遊園地っていう感じ。ジェットコースターありますか？あります。行きたい、行きたい、行きたい。バスで行けたりします。多分通ってる。それか最寄り駅思います。確かに。そしたら電車でも。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。いただきます。いただきます。え、これさ、あっちのチームに見せつけてやりたい。うま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 い。これは俺とそのちゃんはピスタチオとチョコラッテラッテみたいな。ストラッチャラスコッカスコラッチャッテッタテンダテンダテンダレアチーズ、レアチーズ、エブリデイ言うのし。おもろ。字幕かなんかで今はじこうやって順調やな、うん、だがしかしこの後起こる悲劇は4人は知らなかった。いきなり今日って言われると、あー、なんか難しい。ちょっと難しい。許可は取ってないですよね。許可がないと、はい、あれ、うん、ちょっと待って。待って、待って、待って、
やばいよ。